はい、望月凛です。今回はスタンフォード大学工学部教授であるティナ・シーリグさんの書かれた20歳の時に知っておきたかったことを解説していきます。この本は一言で言うとやる気に火をつけてくれる本だ。おお、俺もやる気に火をつけてほしいです。この本では著者のティナ・シーリグさんが実際にスタンフォード大学で行った集中講義の内容などから人生を変えるためのたくさんのヒントが書かれている。ほむほむ、そのスタンフォード大学ってどんな大学なんですか？スタンフォード大学は2022年の世界ランキングで4位の超名門大学だ。ちなみに東京大学は35位だぞ。めちゃくちゃすごい大学じゃないですか。ああ、そのめちゃくちゃすごい大学で行われた人気講義の中でも、著者が20歳になる自分の息子にも伝えたいと思った人生で大切な考え方を厳選して解説したのが本書だ。おお、それは気になります。今回の授業を受ければそんな人生で大切な考え方を知ることで身の回りにあるチャンスをつかめるようになるだろう。それでは早速授業を開始する。心して刮目せよ。よろしくお願いします。一つ目は5ドルを2時間で増やす方法だな。いきなりだが、お前はもし1000円の入った封筒を渡されて封筒を開けてから2時間で増やす方法を考えろと言われたらどうやって増やす？1000円を2時間でですか？一か八かパチンコか競馬ですかね。まあそういう考え方になる人はとても多い。これは実際にスタンフォード大学の授業でチーム分けした学生に出した課題だ。実際の条件は1000円ではなく5ドルだかな。5ドルって1000円より少ないじゃないですか。最初はお前と同じようにラスベガスに行くという意見も出ていたようだが、最終的には学生たちの多くが常識にとらわれず素晴らしい方法でお金を稼ぎ出した。おお、どうやったんですか？最初は5ドルという元手にとらわれていた学生たちだったが、あるチームは学生街にある人気レストランでいつも待ち時間の長い行列ができていることに目をつけた。そこでグループメンバーで手分けしてそのレストランの予約を取り、行列の後ろの方で長い時間待たされている人たちにその予約した順番の権利を販売したところ、最高20ドルで買ってもらえたそうだ。おお、頭いい。それならそもそも5ドルの元手すらいらないですもんね。さらにそのグループでは女子学生の方が男子学生よりも予約がよく売れるということに気づいて、途中から男子学生は店の予約をする係、女子学生は並んでいる客に予約を売ることにして、より売り上げを数百ドルまで伸ばしたんだ。すごい。次は自分の持っている資源を考えるだな。さっきのレストランの予約を売るという方法を取ったチームは元手なしで300ドルほどを2時間のうちに稼いだ。やっぱそのチームが一番だったんですか？いや、実は別のチームが2時間どころか3分で650ドルという最高額、つまり日本円にして7万円以上を稼ぎ出すことに成功した。たった3分で？何やったらそんなことができるんですか？そのチームの学生たちは自分たちにとって貴重な資源は元手の5ドルでもお金を増やすために与えられた2時間でもない。授業で発表するときに与えられた3分間のプレゼンテーションの時間こそが貴重な資源だとひらめいたんだ。どういうことですか？学生たちには課題の結果発表のために3分間のプレゼン時間が与えられていた。そこでそのチームはスタンフォード大学の優秀な学生を採用したいと考えている会社にそのプレゼンの3分間を宣伝用に買ってもらうことにしたんだ。そしてその会社の3分間の CM を作成してプレゼンテーションの時間に流した。おお、ナイスアイデア。チームの学生たちは自分たちには職を探しているクリエイティブな学生という貴重な資源があるということに気がついたんだ。そして会社側としては優秀な人材に自社をアピールできる貴重な機会として、その3分間に650ドルの価値が十分あると考えたわけだな。なるほど。それにしても元でゼロで3分間で7万円以上はすごいですね。次はチャンスはいくらでもあるだな。この学生たちの演習から気づかされることは多い。まず第一に、チャンスはそこら辺にいくらでもあるということだ。レストランの行列のような小さな問題もそうだが、いつでもどこでも身の回りをじっくり観察すれば解決すべき問題が目に入ってくる。そういう問題に見えることのほとんどがチャンスであって、問題が大きいほどチャンスも大きいということだ。おお、そうなのか。第二に、大抵の人は問題にぶつかると解決できないと考え、解決法を考えることを諦めてしまう。だが今ある資源を使って創造的に解決していくことは常に可能なんだ。起業家と呼ばれる人たちはこういうチャンスになりそうな問題を常に探していて、限られた資源を有効に使う独自の方法を見つけて
問題を解決することによって目標を達成している。確かに1000円から増やせって言われても無理だって思っちゃいました。そして第3に、私たちは大抵問題を狭く捉えすぎてしまうということだ。最初に5ドルを元手に増やせと言われると、その5ドルを使うことばかり考えてしまう。ああ、俺も完全にそうでした。もし5ドルを使って2時間で増やすとなると、洗車グッズを買って人の車を掃除してお金をもらうとか、その程度が限界だ。だが一歩引いて視野を広げることができれば、可能性は無限に広がっていく。実際元手なしでも十分稼げる方法を学生たちは思いついたわけだからな。次は常識を疑うだな。著者はハーバード大学のシルク・ド・ソレイユの研究事例を使って、学生に常識を疑うスキルを磨く授業を行った。シルク・ド・ソレイユってなんかおしゃれなサーカスみたいなやつですよね。うん、1980年代、当時サーカス業界は苦境に陥っていた。公演の内容は決まりきっていて、新鮮味がなく、観客動員数は減り続けていた。さらには動物を虐待しているという批判も高まっていたんだ。へえ、そんな時期があったんですね。なのでこの時期に新しいサーカス団を立ち上げることなど常識では考えられなかったわけだが、カナダの大道芸人だったギーラ・リベルテはサーカスの常識をことごとく覆してシルク・ド・ソレイユを立ち上げ、衰退産業という問題をチャンスに変えたんだ。そうなんですか。うん、著者の授業ではまず古い伝統的なサーカスのビデオを見せて、伝統的なサーカスの特徴を全て学生に挙げてもらう。動物による曲芸、安いチケット、けたたましい音楽、ピエロといった具合だ。ふむふむ。そして次にその特徴を逆にしてもらう。動物は出てこない、高いチケット、洗練された音楽、ピエロはいない。そしてその次に元の特徴の中で残しておきたいものと変えたいものを選ぶ。実はそうして出来上がったサーカスはシルク・ド・ソレイユ風のものになる。おお、言われてみれば。その後実際にシルク・ド・ソレイユの公演のビデオを見ることで、自分たちが行った変更が実際にどのような効果を持つのかを検証するんだ。次は思い込みを捨てるだな。さっきの授業で何より重要なのは、思い込みを捨てて常識を疑うことによって現代の観客に合った斬新なサーカスが作れるということに気づけるという点だ。なるほど。実はこの方法は他の業界にも適用できる。伝統的に当たり前に行われてきたものの中には、すでに時代に合わなくなっているものが数多くあるが、それが常識になってしまっていると案外気づけないものだ。例えば仕事といえば当然会社に出社してやるのが常識だったわけだが、コロナの影響でリモートワークをやる必要が出てきて、実際にやってみたら案外その方が効率が良かったという例も多くある。確かに業種によってはわざわざ毎日通勤する必要ないですもんね。何かを見直したいと思った時に大事なのは、常識だと思われていることを洗いざらい上げていくことだ。そしてサーカスの例のように、上げていった常識を全てひっくり返した上で、常識だと思われていることの中から残したいものだけを選ぶ。ふむふむ。もし自分の生活をより良くしたいと思ったら、この常識を疑う演習を自分自身にしてみることをおすすめするぞ。自分にですか？うん、自分が毎朝何時に起きているのか、毎週何時間働いているのか、自由な時間は何をしているのか、ご飯は何を食べているか、休みの日は何をしているのか。案外これが当たり前だと思い込んでいる習慣が必要ないものだったり、改善できる可能性があることに気づくはずだ。次はエネルギーを注ぐものを見極めるだな。もし何かを続けようかやめようか迷っている時、過去にどれだけコストをかけたかにとらわれてはいけない。ん？どういうことですか？わかりやすい具体例を挙げると、例えばパチンコなどのギャンブルで2万円突っ込んだとしよう。はい。そこでやめれば2万円の損で終わるわけだが、多くの人は2万円も使ったんだからあと1万円入れたらきっと勝てるはずだと、過去に使った2万円を正当化するために引くに引けなくなってしまうんだ。それめっちゃわかります。これはギャンブルに限らず苦手な仕事などでもそうだ。今まで努力や苦労を重ねてくると、それを正当化したくなり、ここでやめたら今までの苦労が無駄になる、だから続けないとという風に思いがちなんだ。ああ、それもわかります。自分に合わない辛い仕事を無理して続けるというのは、自分で自分を檻に入れて見張るようなものだが、その必要はない。合わない仕事ならやめてもいいってことですか？そうだ。もちろんどんな仕事でも努力は必要だが、根本的に合わない仕事に無理してエネルギーを注ぎ続けていても意味はない。ある有名な投資家が、丸太に油を注いだら濡れた丸太にしかならないが、炎に油を注げば大火事になると言っている。
つまり自分がエネルギーを注いでいるものについて、それに見合った成果が出るのかどうかを見極めるのが大切ということだ。なるほど、わかりました。次は矢の周りに的を描くだな。世の中ではほとんど全てのことがチーム単位で進められている。そんな中で自分だけが成功しようとしている人というのは、多くの場面で周りの協力が得られず不利になってくる。だからこそ最高のチームプレイヤーは自分だけでなく、自分以外の仲間を成功させるために労を惜しまない。確かにそうかもしれません。チームで何かをする時の最大のメリットは、お互いの得意なことを生かして苦手な部分を補い合えるという部分だ。適材適所って言いますもんね。うん。そして適材適所というのは、仕事が最初にあってそこに合う人を持ってくるという考え方だが、さらにそれよりもいいのは、矢の周りに的を描くという考え方だ。矢の周りに的を描く？どういう意味ですか？適材適所は矢と的の関係で言うと、的の特徴に合わせて矢を放つ人を選ぶというイメージだな。この的は小さくて難しいからこの人、この的はこの人が得意だからこの人にというイメージで、それで命中率が上がりやすいのはわかるだろう。はい。だがそうではなくて、矢が刺さったところの周りに的を描いてしまえば100発100中になる。つまりその人が得意なことに近い仕事や目標を作るんだ。そうすると驚くほど成果が上がるし、興味のないことや能力に合っていないことを任せるより、はるかに生産的で本人も充実感を味わえる。おお、人が最初にいてそこに仕事を持ってくるという考え方なんですね。納得です。最後は、しようとしているは言い訳だな。何か新しいことを始めようと思ったら、結局やるかやらないかのどちらかだ。よく英会話やりたいと思ってるんですとか、ダイエットしようとしているというようなことを言う人がいるが、何かをしようとしているというのは、まだやっていないことに対する言い訳でしかない。どういうことですか？スタンフォード大学の講義の中で、バーニー・ロス教授が実践している面白い演習がある。教授は生徒一人を呼んで、手に空き瓶をしっかり握った状態で、この瓶を僕から奪おうとしてみてという。すると生徒は言われた通り懸命に奪おうとするが、なかなか奪えない。だがその後、教授がこの瓶を僕から奪ってという風に少しセリフを変えると、学生は必死になって奪おうとして、 2,3 回目のチャレンジでは瓶は奪い取られるそうだ。ふむふむ。最初は言葉通り瓶を奪おうとしてみただけだったが、その後は実際に瓶を奪いに行ったので成功したということだな。つまり何かをしようとするのと実際にするのとでは大違いだということだ。あのスターウォーズのマスターヨーダも、フォースを使う訓練中にやってみるよと言ったルークに対して、違う、やってみるではない、やるかやらぬかだ、試しなどないと言っている。おお、さすがマスター。やると決めたら言い訳しないで実際にやるのが大事ってことですね。そういうことだ。まとめだな。5ドルは2時間で増やせる。自分の持っている資源を考える。チャンスはいくらでもある。常識を疑う。思い込みを捨てる。エネルギーを注ぐものを見極める。矢の周りに的を描く。しようとしているは言い訳だな。いやー、今日の授業はいろいろ考えさせられました。自分の頭が思い込みで凝り固まってた気がします。日々過ごしているとどうしても常識にとらわれがちになるからな。はい。でもなんかいろんなことができそうな気がしてきて、やる気が湧いてきました。よかったな。そうやってやる気が出てきたなら、あとは実際にやるだけだ。はい。やってみるじゃなくてやるですよね。うん。それでは今日の授業は終わりだ。ありがとうございました。